レベティのでです1分間でお答えします10歳の頃からプログラミングをしていてソフトウェアを通じてたくさんの人にインパクトを与えられるもうそこがすごくワクワクしたからです。 えー、制約の中でこう最適な行動を考えるというのがすごく好きで、まあ、特にポケモンをすごくやっていたんですが、えー、もうやり込みすぎてカセットの電池がなくなってしまって、まあ、ゲーム内の木の実が一生育たなくなるといったこともありました、えー、買い出しであったり食材選び、えー、ま火起こしも大好きなんですけど、まあ、こう肉がちょっと焦げてしまったり、まあ、そういったことも含めてみんなとワイワイできて大好きです 脳のメモリがリセットされるということで、今まで気づいてなかったこの本質というものがこうわかってくる。そこがすごくいいなと思っています。誰かに貢献するといったところは本当に大好きで、何十億人の人々にインパクトを与えられる。そこがすごくワクワクします。